ドキドキンチャンネル。どうもです、ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回はですね、10月2日水曜日メンテ明けからですね、福袋、まあ、あの復刻になるんですかね、復刻風雲児福袋というのがですね販売されましたので、まあ、その中にですね新英傑1体と、まあ、中身がちょいちょい追加されているものもありますので、まあ、今回はですね福袋の中身とですねその新英傑の、まあ、ダメージ検証も行っておりますので、そちらの方をですね紹介していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まずはこちらですね、復刻風雲児福袋、お一つ5000コインになります。まあ、大体復刻だと4000コインとか多いのかな。今回は5000コインで来ております。そして1プレイヤーキャラクターにつき15個まで、これアカウントではないんでですね、キャラクターにつき15個までいけますので結構いけますね。まあ、一応ですね新英傑1体と、まあ、前回の柴田勝秀と庭長秀も入ってますので、一応まあ3体いますので、まあ、全部買えば全部4凸にはできるよっていう形の個数ですかね。まあ、そこそこ値段張ると思います。そして今回の福袋がですね、大まかにまあ分けると9つ、まあ、9個入ってるんですよね。まあ、あの教本とか保筆とか合わせると大まかにすると7つですかね。まずその1つ目がですねこちらでございます。復刻風雲英傑箱ということで、こちらにですね、まあ、新英傑の風雲和正、まあ、滝川和正ですね。そしてまあ1年前にまあ出ていました風雲勝家、柴田勝家ですね。あとは風雲長秀、まあ、庭長秀ですね。まあ、柴田勝家の方はですね、まあ、5連撃みたいな感じで、まあ、単体に10万ちょいぐらいでしたね。そしてまあ庭長秀の方はまあ全体回復のまあ8000のまあ物理術耐性10パーずつ上げるやつですね。詳しくですね検証の方が見たいという方はですね、1年前の動画でですね、まあ、庭長秀と柴田勝家検証動画上げてると思いますので、そちらの方を参考にしていただければなと思います。そして他にもですね、まあ、無限の功績帳5が4つ、これ信頼度ポイント4万ポイントですね。そして最新のですね、まあ、金枠の、まあ、どれかが出るよ、まあ、ランダムで1体出るよっていうのが1つと、あとついでにですね英傑信頼帳20も入っておりますので、これレベル1から信頼度20まで上げれるのも入っておりますので、まあ、結構大盤振る舞いですね。それでは早速ですね新英傑風雲和正、まあ、滝川和正のですね検証やっていきたいと思います。それではまずステータスの方からですね、滝川和正こちらになります。職業の方がですね忍者の忍法になります。そして武器種の方が刀剣ということなんですけど、まあ、忍者なんでですね小型二刀流、まあ、ショート持たせた方が上と下がるかもしれないですけど、そちら後で見てみたいと思います。そして信頼度レベル20の状態でですね、まあ、生命が 32,518、 気合の方は 19,917 ということなので、まあ普通かなと、まあ、ちょっと低いかな。他のステータスに関しましてはですね、もうパッと見腕力と器用ですね。腕力が3053、こちら全英傑第9位ですかね。まあ、3000オーバーなんで結構高いと思います。そして器用に関しましてはですね2528、こちら全英傑第2位ですね。まあ、第1位が遠足娘マリっていう、まあ、ステータスすごい高いやつがいますけど、まあ、切り隠れ再造と同等の2528、器用高いんじゃないかなと思います。あとまあ他のステータスに関しましてはですね、まあ、パッとしないですね。まあ、忍法なんで、まあ、属性も2000オーバーなんで、まあ、そこそこなんじゃないかなと思います。そして過信鍛錬育成技能の方ですね、こちらが3つでですね、まあ、1つ目が腕力上昇レベル5、2つ目が腕力上昇率向上レベル3、そして3つ目が器用上昇ということで、もう腕力に特化したプラスまあ器用もそこそこ上がるよという形なので、腕力の高い家臣を作る場合はですね、まあ、結構役に立つんじゃないかな、プラスまあ器用も上がるよという感じでございます。そして英傑人法因子ですね、こちらも3つになります。1つ目がですね、まあ、忍法なんで忍法ですね。そして限界突破2までするとですね裁判、そして信頼度レベル20まで上げるとですね忍びっていうのが、まあ、結構まあ最近のやつですかね。まあ忍者になりますので、まあ、忍者で英傑人法組まれてる方は少ないとは思うんですけど、まあ、この忍びがですねワンチャンちょっと使えるとこあるかもしれないですね。
英傑人法の方はですね、こういった形でございます。そして固有技能の方がですね、狂乱手裏剣ということで、必要気合のが3983、こちらはですね最大気合の 20% となっておりますので、まあ、結構ガス欠せず、まあ普通ぐらい、まあ使いやすいんじゃないかなと思います。そして必要アイテムはなしということなので、まあ家臣でですね、この滝川一正を作った場合はですね、まあ何装備させてもいいということなので、まあ小型二刀流にしてもいいんじゃないかなと思います。そして気になる固有技能の方がですね、敵単体に結界を破壊する間接攻撃を行い、一定時間行動不能にする、敵全体に不要を2個消す間接攻撃、場に間接攻撃ダメージ上昇の知性を宿らせるということなんでですね、まあ、単体プラス全体攻撃の間接攻撃っていうことですよね。まあ術で結構多いですけど、プラス単体にはですね、まあ、結界破りプラス、まあ、行動不能を、まあ、しびれついてるんですよね。でこのしびれがですね、まあ、武田信玄とかよく使われる方は、まあ、しびれ時間とかちょっと気になると思うんですよね、まあ、余計なしびれにならないかなみたいな感じですよね。プラス、まあ、寒波付きっていうことなんで、まあ、この寒波がですね、まあ、レベル2の、まあ、デカ三角、それも消せるのかっていうのもちょっと大きいですよね。最近レベル2多いんでですね、まあこちらですね、あとはですね、まあ場に関節攻撃ダメージ上昇の、まあ、剣気ですね、まあ知性は宿らせるってことなんですけど、まあ今普通の農薬の剣気だとそんなにダメージ上昇しないんですよね。ただこの滝川一正の、まあ剣気、まあ関節の知性、まあどれぐらいダメージがアップするのかというのを見ていきたいと思いますので、まあ、単体プラス全体のダメージと、まあ、剣気でどれぐらい強くなるのかと、あとはまあ寒波はまあデカ三角も消せるのかと、そして行動不能は何秒なのかというのをですね、見ていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、まずは素のダメージですね、まあ、天下武器大会の鬼のごとくでちょっと見ていきたいなと思います。そしてですね、まあ行動設定なんですけど、まあ忍法になりますので、まあ、まあ小型二刀流とかまあ入れなくてもいいと思うんですけど、まあこれ入れておくとですね、ダメージアップしますので、であと春疾風ですね、これ開幕黄色三角がついて、もしかしたら陣形の黄色三角ウエイトが伸びる可能性もありますね。まあ一応入れておきます。で波紋用も関節攻撃じゃつかないですね。まあ、あと、存命術、回避術、極入れて、あとですね、この一の太刀入門。まあ、一応開幕から赤三角もつけれますので、これ入れて、まあ、この筆頭の一の太刀、一太刀。これ、まあ、白三角なんですけど、物理じゃないと意味ないので、まあ、一応白三角も入れておきたいと思います。まあ、忍法なんで、まあ、援護と移せ身があれば、まあ、いいんじゃないかなと思います。それでは行きたいと思います。信頼度レベル20、腕力が3053、攻撃力3440の素のダメージ見ていきたいと思います。そしてですね、開幕のウエトなんですけど、これ驚愕のウエト1ですね。まあ車係の陣があればウエト1でございます。そしてダメージの方がですね、単体に143000、そして残りがですね27000から28000後半ぐらい、まあ、大体27,000、8,000ぐらい出せるんじゃないかなと思います。そして1がしびれましたね。そしてまあその裏に信玄でしびれさせておりますので、まあどれぐらいしびれるかを見ておきたいと思います。そしてあの場の関節ダメージに、まあ知性ですね、まあ、グーのマークつきました。まあこれがつくとダメージの方がですね、単体が208,516、そして全体も40,000から43,000ぐらいということで、まあ、単体は6万以上アップですかね。そして全体の方も13,000から15,000ぐらいアップしてるので、結構上がるイメージですね。なかなか強いんじゃないかなと思います。そしてですね、まあ、開幕1しびれさしたんですけど、これまああと2から7は信玄でしびれさしてるんですけど、このしびれがですね意外と長い。これもしかしたらですね、まあ信玄クラスの1分しびれですかね。ちょっとまあしびれ1がしびれ解ける時間をちょっと見てみたいと思うんですけど、
まあ、滝川の方はちょっとガス欠になりましたけど、あの意外とですね邪魔にならないしびれかもしれないですね。まだしびれてますもんね。まあ神のごとくだとそんなに、まあ、あ今切れましたね。でこの後に信玄のバーがまあ7秒ぐらいだから、まあ、ああそうですね、1分しびれですね。なのでまあ滝川一馬さんの単体のしびれ、こちらはですね一応1分しびれっていう形になってますので、まあ邪魔になるようなしびれでも、まあその裏に信玄入れたらちょっと邪魔になるかもしれないですけど、そこまで邪魔にならないかなという感じでございます。続きましてですね、今川義元で赤三角を重ねていくとですね、まあ、どれぐらいダメージが出るのかというのを見ていきたいと思います。まあ開幕ウェイト1で、まあ、関節攻撃できて、プラス知性で、まあ、関節攻撃のダメージもアップできて、なおかつ単体に、まあ、結界破りプラス1分のしびれですよね。そして全体間髪付きということで強いなと。ああいきなりまあ17万の3万8000ですね、今川義元の赤三角。それでは2回目も重ねてみたいと思います。まあ、2回重ねてプラス、まあ、知性でまたダメージもアップしておりますので、結構ダメージ出そうですね。しかもまあ味方の関節攻撃、まあ、今川義元関節攻撃なんですけどダメージ上がってますので強いですよね。あ1体にもう25万で倒しきりましたね。25万プラス7万8000とか出てますね。あーちょっと鬼のごとくじゃ生命がもう足らないですかね。あまあかなり強くなりますね、赤三角重ねると。それではラストにですね、まあ、カンパがついているということなので、まああのレベル2、まあ、デカ三角もこのカンパで、まあ、カンパというかこの固有技能で消せるのかというのを見ておきたいと思います。まあ、こちらの米ゴロゴサみたいな感じでレベル2の赤三角が敵につきましたので、まあこのレベル2のまあ三角も消せたら強いですよね。さあ見てみたいと思います。さあどうだ。ああ消せてますね。ああするとレベル2の三角2つも消せるということなので、かなり優秀なんじゃないかなと思います。ということで皆さんいかがだったでしょうか。この滝川一馬さん風おさらいいたしますと、まあ、忍者の忍法ですね、そして信頼度レベル20の状態でですね、まあ、素のダメージが、まあ、単体に14万3000、そして全体がまあ2万8000ぐらいですかね。ただ一発撃つとですね、まあ知性、まあ関節攻撃ダメージアップの知性がつきまして、2発目からはですね、まあ単体に20万8000ぐらい、そして全体にはまあ4万2000ぐらいダメージ出せるんじゃないかなと。まあ結構強いですね。プラスですね、まあ単体にですね、まあ痺れと結界破りもついてるんですけど、この痺れがですね、1分ぐらい痺れるんですよね。プラスまあ結界破りもついていると。そして全体カンパですね、こちらはですね、まあ、全体の、まあ、レベル2の三角も消せるということで、こちらも大変優秀なんじゃないかなと思います。そしてまあ一番大事なところがですね、開幕ウエイトですね、これ車係の陣、まあ、緑三角あるとウエイト1でいけますので、これ多分関節プラス全体の、まあ、物理攻撃でウエイト1って初なんじゃないですかね。これかなり使いやすくてですね、強いんじゃないかなと思いました。またあの過信条欄でもですね、まあ、ウエイト1なのでプラスまあ結界破りもついてるので極楽破りもできますので、まあ、結構使えるんじゃないかなと思いました。あとはまあ関節攻撃アップの知性ですよね、これが思った以上に上がってますので、まあ、最近出た大友総理も関節攻撃なので非常に相性いいんじゃないかなと。なのでまあ術アタッカーがまあダメージ出ますけど、結局まあ黄色三角をつけないと、まあ、なかなかダメージ上げれないっていうのがあるんですけど、まあ、関節物理とかはですねそのままほっといて、まあ、そのまま強いので、まあ、最初のですね説明文を見る限り、まあ、そんなに期待はしてなかったですし、まあ、単体しびれ邪魔やなとか思ってたんですけど、まあ、全て良かったですね。まあ、普通にまあ強いなのでですね、まあ、術アタックはそこそこ揃ってきたけど、
一応物理、まあ、関節攻撃の、まあ、単体プラス全体で強い英傑を持っておられない方にとってはですね、もうこれ開幕ウェイト1なんで普通にまあノックするときにも使えると思いますし、非常にまあ使いやすいのでですね、まあ、1体取っておいても損はしないんじゃないかなと。またあの過信上乱でもまあ使えるかな、まあ使えるんじゃないかなと思いますので、まあこの動画をですね参考にしていただいてですね、まあ、買うか買わないかはですね皆様のご判断という形で、まあ、ドキンは率直に強いなと思いました。ということでですね、新英傑滝川一正風雲のですね詳細は以上でございます。続きまして福袋2つ目がですね、見聞還元の水ということで、これあの見聞録であのメーターを振ったのを戻せるってやつですよね。まあ、こんなとこで出てきたか、あれ間違って振ったとかいう人はですね、これ使うと一回戻せるみたいなんで結構いいんじゃないかなと。ただあの職業で一つですね、あの全部戻せないのでまあ全部リセットされてもあれか、まああのサムライソウミコ、まあ陰陽忍者、鍛冶屋、クスシ、歌舞伎とかですね、まあ、どれかの一つはですね初期に戻して、まああのポイント使った分が戻ってくるっていうことなので、まあ意外とこれいいかもしれないですね。もし間違ってる人とかいたらですね、とか英傑人法をちょっと職業変えたとかいう時はですね、意外といいかもしれないです。そして3つ目がですね、風雲つくも箱ということで、つくもですね、こちらはステアップとかないですね。1年前と同じですね、生命800の耐久器用が80の魅力20、まあ武士用、武士用なのかな、まあ盾用ですよね、耐久器用魅力なので、まあ生命800なので、まあギリ使える、まあただまあステータス的にプラス180ついてますので、ステータス多いです。まあ生命がちょっとね、今結構850900とか、まあ、1000とか出てますので、ちょっとまあ生命が低いかなって感じですけど、まあこれ1年前に出たやつなので、ね、あとですね副産物で、まあ水着のつくも玉極み1つ、まあこれ黄金8つチャレンジの時ですね。あとですね、何気にいいのがつくも抽出具3つ、これ黄金ホリホリできますので、ね、といて3ついいですよね。あとはまあつくもの源極みが30個ということで、まあこちらの方はまあ去年と同じという形でございます。そして4つ目がですね、擬人石ですね。こちらももう去年と同じですね、まあ、生命1700の腕力210の器用70ということなので、まあ210腕力、まあ使えないことないですね。あと副産物ですね、二つ木の擬人玉1と、まあ、虚空の擬人石、まあこれ取り外せるやつですね。あとまあ擬人浄化石が1つということで、まあ、このつくもと、まあ、この擬人石は去年、1年前のやつになりますので、まあ、そこまでステータスは高くないですけど、まあ、腕力上げたい、まあ、英傑がいたらですね、まあ、使えないことはないんじゃないかなと思います。そして5つ目がですね、トーレン道具箱風雲ということで、まあ、これ家臣トーレン育成の時に使うやつですね。まあ、1つ目がですね、まあ、家臣大量力徳が4つ、まあ、これ1個で500回復しますので、まあ、家臣1体分作れますね、2000ありますので。あとは指南用具箱小ということで、うん、まあ教本2とかですね、秘伝2とか、まあ検討書31個とかですね、うん、まああとまあ当然補筆2なので、まあ、ぶっちゃけこれ2を2個使ってまあ3は1個できますね。ただまあ前回の、まあ、天下武器大会のイベントで2と3結構ね出ましたので、今まあ2、まあ3作った方がいいのかな、まあ、2とか3結構出ましたので、まあ、4欲しかったなという感じでございますけど、まあ、これも入ってるという形でございます。そして6つ目がですね、髪型変更の書ということで、まあこれ1年前ぐらいから出てるんですかね。新しく、まあ新しくはないですけど、まあ普段変えられない髪型に変えれるということなので、これ僕去年紹介したかちょっと忘れたんですけど、まあ一体どんな髪型かというのもちょっと見ておきたいと思います。ただですね、僕はあの男性キャラなんで、まあこちらですね、髪型変更の書、まあ、男キャラしか見れないです。まあとりあえずこの5つで、まあ20番から見てみましょう。こんな感じですね、なんか上がもっこり系、ちょっとベジータ入ってる感じですかね。うん、まあどうですかね
まあでもこれじゃないと多分変更できないと思うんですよね。これを使わないとですね。21番がこちらです。これはまあちょっと髪長いやつ、いや短いか、なんかまあボサボサ系、ちょっとお面してるから前髪がどうかちょっと見づらかって申し訳ないんですけど、まあこんな感じですね。そして22番がまあちょっとロン毛になったかな。これもまあ髪ボサボサ系ですね。あんまり好きじゃないな。まあこんな感じです。ちょっとイケメンっぽい、現代風っぽいですよね。そして、23番がこちらです。あ、これのがいいかもしれないですね。ちょっとオールバックで横髪タラーンと、横髪タラーンとなんか1本か2本出てるやつですね、まあ、こっち側のがまだいいかな、まあ、ちょっと反り込み入っとるな。まあちょっとオールバック系ですね。これはなかなかいいんじゃないかな。そしてラストが24番がこちらです。これもまたロン毛ですかね。ロン毛のまあ現代風といったら現代風、うん、まあ男キャラはまあそんなにいいのないんですよね。でちょっと女性キャラも見たいという方いらっしゃったらですね、僕はあの女キャラ持ってないので見せられないです。ただこれ取引可能なので1で売ってると思います。前は200万缶ぐらいで売ってたんですけど、まあ150万缶ぐらいで売ってるんじゃないですかね。ただあの僕はですね、ちょんまげオンリーなんで、まあこれ使うことないんで1で売りたいなと思いますけど、ちょっと髪型も変更したいなという方にとってはですね、いいんじゃないかなと思います。そしてラストですね、7、8、9個目ですね。もう一緒な感じなんで一緒に紹介したいと思うんですけど、一つ目がですね、当連書保筆3ですね、が2個ということなので、これ3と3を合わせて4が作れますので、これ非常にいいですね。そして8つ目、9つ目がですね、まあ、秘伝箱3が2個と、教本箱3が2個と、まあ、どちらも選んで取れるんですけど、まあ、秘伝はそんなに使わないとは思うんですけど、教本の3は使えますよ。ね、で上の、まあ当連教書保筆3がありますので、まあ、3と3を合わせれば4が作れますので、まあ、生命の4だと、まあ、平均4000ぐらい上がりますし、腕力とか耐久とかはまあ平均400ぐらい上げれますので、まあ、家臣当連育成技能、まあ、強い家臣を作る時にですね、非常に役に立つものなので、これはかなり嬉しい副産物なんじゃないかなと。これがまあ去年と違って追加されたとこかなという感じでございます。まあ、非常にいいんじゃないかなと思います。ということでですね、まあ、復刻風雲寺福袋の中身の紹介は以上でございます。まあどうですかね、まあ、まず一番はですね、まあ、新英傑の滝川一正ですね。意外と強かった。まあ、ウエイト1、間髪期、しびれ1分、うん、結果破り。で、知性で関節ダメージ上がる。なので、まあ、他の味方の関節、まあ、英傑とまあ相性もいいということで、うん、まあ、結構強かったですね。まあ、あとはまあ見聞の還元の水とか、まあなかなか手に入らないと思いますので、まあ使えないこともないかなと。ただまあつくもと擬人石の方がですね、もう去年と同じステータスなので、まあちょっと見劣りするかなっていう感じですけど、まあ何気だとはまあ教本系ですね、まあ2と3が2個ずつ、うん、まあ保湿の3も入っているので4も作れるよという形で、まあ、現在でですね、教本の4ってなかなかイベントぐらいでしか手に入らないので、まあ、こういった時にまあ作れることはまあまあいいんじゃないかなと思いますので、うん、ただお一つ5000コイン、ちょっと普通の復刻より高いですよね。ちょっと高い気はしますけど、普通4000ぐらいなんですけどね、うん、まあでもまあどうすかね、まあ、大友総輪を持っておられないとかですね、うん、まあ、あの関節攻撃系、まあ、物理系で、まあ、単体プラス全体を持っておられない方にとってはですね、あの滝川一正はなかなか強いんでですね、まあ、1体取っておいても損はしないんじゃないかな。あれ、まあ、腕力8000とか作れたらですね、かなりダメージ出せると思いますし、うん、まあ間髪付きなんでね、まあ過信上乱でも使えそうですよね。間髪デカ三角消せるんで、あの最近やっぱデカ黄色三角つけてきますんでね、まああれも消せますし、あと破りもついてるんで極楽対策もできますので、うん、まあ過信上乱でも使えるかなっていう感じで、まあございましたけど、
皆様の感想はいかがだったでしょうか。もうちょっともう朝方になってますんで、まあ、今日もまたベラ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 喋ってしまいましたけど、まあ、今回のですね復刻風雲寺福袋の紹介は以上でございます。この動画がですね少しでも参考になったとかですね、まあまあ面白かったよという方はですね、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの方よろしくお願いいたします。またあの概要欄の方からですねドキドキン T シャツというのも販売しておりますので、もしよければ一着買っていただければなと思っております。励みになります。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキン。